Hello, Screen。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は愛知県春日井市にございますゴールド玉越春日井インター店さんにやってまいりました。今日はもうすでに整理券の方いただいてるんですけれども、今日は入場番号はこちら52番目の入場となっております。今年の12月にはですね、こちらゴールド玉越さんが、グランドオープンから10周年を迎えるということで、まあ、12月20日が誕生日になるんですが、そのちょうど1ヶ月前、今日は11月20日お邪魔させていただいております。まあ、今回はですね、できれば最新台スーパーブラックジャック2打ちたいなと思ってましたが、ちょっと番号的には厳しいかなと思います。それではシーサの街道日記第425話よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。12時開店のゴールド玉越春日井インター店さんです。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、だいぶ抑えます。ビャビャッとだいぶ抑えます。ビャ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 ッとだいぶ抑えますよ。ブラックジャック、ブラックジャック、あ、ギリギリだった、ギリギリだった、ギリギリだった、取れなかった。凱旋絆、絆でしょう。で、もう今日のシナリオはこれが良ければ続行です。で、ああ微妙だなと思ったらもう凱旋かハーデス行きます。こちら今日はバジリスク絆で勝負していきたいと思います。よろしくお願いします。通常は朝9時オープンというこちらゴールド玉越さんですが、今日は12時オープン、通常営業ではございません。まあ、そういうこともあってですね、非常に多くのお客様が開店前からお集まりになられていたんですけれども、まずは最新台のスーパーブラックジャック2、それから銀と金と、この辺りが埋まって、そしてやはりバジリスク絆もかなり人気高いですよね。もう僕が来た時にはほとんどの台が埋まっているという状況で、すでに満台状態です。当たりでしょう、当たりでしょう。はい、ゲーム数136ゲームですね。投資が250枚から最初のバジリスクチャンス当選です。まあ強ゼリーもなく発展もなかなかないなと思ってましたけど、いきなり同色揃い。さあ行きましょう。そしてバジリスクタイム確定です。1回目の BC は BTA と行きました。よし、対策はいいですね。ちょっとこれはいい展開に期待したいです。この後もまあ、ここは確定です。バジリスクタイム当選でございます。さあ、それでは本日1回目のバジリスクタイムは投資250枚から参ります。バジリスクタイム。
までの間は興味なく聞けなかったんですけど、期待していいのかなって思いながら打ってますからね。というようなですね、バズり自体も本当に最近迎えれていないんですよね。なのでそろそろこの決断にいてもいい展開が欲しいなと思ってます。おそらく今日はこの大平 AT の旗あたりは重ねることとなるでしょう。どこで大きな実績があるか、もう勝ちで言いますけどね、まあ、いつも勝ちで言いますけど、我が祝言に終止符を打とうぞ。さあ1セット目のバトルです。137枚ワンセットで終了です。知らぬというのが罪なことというのを、少し荒れるやもしれぬ、荒れるやもしれぬ、もう行ってみたいです。皆が目的できるようになる。いわば嫌なところじゃない。遅れました。強制。まあたまにこのバズリスクの遅れ来るんですけど、まあ、そんなに頻繁に来るものじゃないんで、ドキッとしますよね。さあバズリスクチャンスが終わって62分。ここはバズリスクチャンスは強制。タイミングによって団長屋敷で恋愛役はここまで引いてきております。何かが潜んでおる。押すのじゃ、デカチャンス。これが4回目のバジリスクチャンスになります。 AT が終わって73ゲーム投資が現在600枚です。早いゲーム数で引いてはいますよね、バジリスクチャンス。さあどうでしょう。さあオールベルです。次のゲームがベル成立ならオールベルで LP 確定となります。これで2回目のバズリスクタイム確定です。はい、当時600枚から2回目のバズリスクタイム、まあまあまだまだ再投資と言っていいんじゃないでしょうかね。参ります。バズリスクタイム追走の追走の次のエンディングまでにどれくらいバズリスクチャンスが必要かと、まあちょっと不安になりだした頃だったので、今のオールベルは救われましたね。すでに厳しくなるかもしれません。ちょっとこれ出会い切ってバジリスクチャンスですね。欲しいのはまず、さあ強制に来ました。そして巻物も来ました。
かった。これで3セット目までが継続確定となりますね。一安心です。それでは2セット目に参ります。まあ、今日はですね、通常で演じてるので、ね、エアーズはよく弾けてるんですけれども、まあ、やっとマジェスチャーズを迎えることができました。さあ2セット目、継続確定の挿入となります。こういうところで攻撃率が来て、さらにバジリスがセットと乗せるという流れが理想ですけどね。3セット目に参ります。2セットに1回くらいマジリスクチャンスがいけたらいいなって思ってます。まあそうなかなかうまくいかないですけど、まあやはりただ消化するだけではなくて、ストーリー中の攻撃率、これ非常に重要ですよね。なかなか入らないですね最近。なぜでしょう。シナリオが悪いから。3セット目の挿入です。なかなかいきませんな、高確率。567枚という結果でございました。600枚投資がありましたので、ちょっと届かんという結果です。ウナゴをアサリに参ると、アイ様、俺アイ様、見てくれたね。ただこれで500万以上持ち込みができたので、あとはこの中で ET を迎えてさらに大きな獲得ができれば、まあ収支的にはプラスにはすぐにでも行くんじゃないかと思います。フィッシュ感のハマりがないので、どっかで一回こうハマるのは怖いですけどね。ブラックジャック2開いてないかな。開いてないですよね。もしかしたら SBJ 開きました。わしらは山菜など積んでから参りますゆえ、善は急げ。善かどうかはわからない。スーパーブラックジャック2が来ましたね。1台行きましょうか。初めて打ちますけど、これ楽しみな試合だったんですよね。ちょっと初実戦になりますけど、ちょうど1台空いたので、打ってみたいと思います。持ち込んで移動します。ゲーム数が現在114ゲームというところから打っていきたいと思います。行きます。まあ、分かってるのは基本的なゲームフローといいますか、ボーナス抽選のシステムですね。ボーナスは疑似ボーナスと、まあ、リアルボーナスといわれる純正なボーナスがあり、そして
当選契機となるのがレア役、そしてゲーム数の召喚、あとはまあ追加の成立回数だったりとかですね、そういった感じでボーナス抽選が行われる AT 期ということですね。まずはお、なんかパネル、リールの手前のパネルが赤く光りました。ここはチェリーですね。3連チェリーなら強チェリーです。ここはジャブチェリー。何ですか？あ、揺れる。あ、リールロック。あ、3段階。今リールロックかかりましたね。3段階強チェリーボーナス当選のチャンスです。まだそんなに開始ゲーム数は回して、あ、外れた。今青マニーでリプレイ外れですから、ここは矛盾ってことは当たりでしょう。当たってますね。ボーナスがですね、リアルボーナスと利用ボーナスとあります。ブラックジャック勝負、かなり早い段階で当たりが引けてよかったです。当たりです。205ゲーム、持ち込みも300万円弱は残した状態です。まあ、よかった。あとはボーナス中ですね、どんなボーナスになっているのか。で、すでにこれトランプ昇格抽選出てますけど、準備中もう11なんでビッグ以上が確定ですね。ビッグ以上、あ、上がった。これさらにですね、上がっていくとストックタイムのチャンスも出てきますから、あ、危なな。最初のボーナスは青7ドロイということで、リアルビッグボーナスということになります。あ、ボーナスの種類はチャンス告知、完全告知、ブラックジャック告知で、あと告知、まあ、ここは任意で4種類選べるようになってます。完全告知でいきましょう。始めるわよ。完全告知なのでレバーオンで演出が発生すればというところでしょう。で、このボーナス中の特徴がこのブラックジャックのポイントというか、ボーナス中にボーナスをストックしていくと、そしてストックしたボーナスが1ゲーム連で放出されるというシステムですから、ここにカードが並べばボーナスのストックとなります。はい、これでビッグボーナス終了ですけど、獲得枚数も240枚獲得できますから、しっかり獲得枚数を入れるビッグですよね。はい、ストックはできませんでしたけれども、早い段階で青7ドロイドリアルビッグ紹介いたしました。いらっしゃいませ、お客様、チャンス。どういう台かさっぱり分からずに打ち始めましたけど、ちょっと回したらなるほどそういう台かと少しずつ分かっていくというのも面白いですよね。先ほどは強チェリーから青7リアルビッグ当選となりました。あの時はリルロックありましたけど、ここもチャンスとなるでしょう。強チェリーですからね、おそらくレア解除のメインになるんじゃないでしょうか。赤枠が3つ、派手ですね。なんでしょう、タイトルが出てきて、
先ほどと同じ演出になりそうですけど、ここは激アツから出てます。当たりでしょう。そうだ、いいよ。ルールは簡単に。何してるの？ただこの子に行くわよ。さあ、先ほどは外したこの演出ですけど、まあチャンスパターンもこのようにあるということですね。赤いオーラが出ています。当たった瞬間消えてしまいました。すみません。はい、2回目のボーナス当選ですけども、ここも10以上のカード出てますから、まあ、ビッグ以上ということになります。あ、13になった。これストックタイムの示唆でもあるんですよね。そしてボーナスもストック示唆。13はかなり強いんじゃないですか。レギュラーはないでしょう。ですね、2回目のモーラス185ゲーム。はい、そして揃えた時にこの白7が変化するんですよね、色が。でこれ7の中でも、まあ、リオリンピックなんですけど一番強い色、赤ですね。これはちょっとボーナスのストックにかなり期待が持てる使用ボーナスではないでしょうか。チャンス告知でいきます。今度はお客様が望みなら、さあ今度は180枚の払い出しで終了となります。どういった感じでボーナス中にストックが行われるのかが見てみたいと言ってましたが、ここはそのストックの大チャンスですから、いくつカードを並べられるか楽しみです。で、このストックしたカードの種類でももちろんレギュラー、ビッグ、まあ、ストックタイムという示唆があります。まずは1枚カードをゲットしましたので、この後は1ゲーム連でのボーナス放出ということになります。これ多分レア役なくてもストックの調査は行われているはずですから、まあ、リプレイなんかでもあると思います。ここもチャンスですよね。はい、ストップです。これで2枚目のカードをゲットです。はい、これで、白7揃いというか赤7揃いから始まったリオボーナスが終了です。そして消化中に2枚のカードをゲットしましたので、レギュラー以上のボーナスが2つストックされているという状況ですね。はい、まずは1枚目トランプ昇格抽選からのスタートです。はい、ここはレギュラーですね。リオレギュラーボーナスです。もちろんレギュラーですから獲得枚数はビッグに劣りますけれども、まだカードの残りありますからね。おお、レギュラー中にロックかかりましたよ。1段階。さあ、レギュラー中のロックです。ボーナスストック、レギュラー中で、しかもカードは9ですから、これビッグ以上になる可能性ありますね。レギュラー中の純粋なボーナス、レギュラー中のリアルレギュラーボーナスで昇格したと、当選したということですね。ちょっと複雑ですみません。今さっき白7バーのレギュラーを消化している途中で、これ疑似ボーナスですから、まあ、ART 中に今度はこのレギュラーに当選したということになります。なのでカードはまだ残ったままですね、もちろん。これでレギ
ザーボーナスが主流ですね。そして、カードが2枚ストックされてます。2回目赤7揃いから始まったボーナスから数えて、今ビッグが1回レギュラー2回、そしてあと2回ボーナスが来るということになります。これがストックのシステムですね。で、疑似ボーナスなので消化中はリアルボーナスの抽選も行われてますよということですね。いきます。さあ、ここは9位ですからビッグ以上に期待しましょう。で、準備中は10ゲームおきにミントチャンスが発生するというのも特徴ですね。ここチャンス、あ、もうウィンって出てます、ウィンって出てます。結構いろいろ引けてますね。これで12になりましたのでビッグ以上が確定しました。そっか、先ほど9のカード出してたんですけど、ウィンが出てまた新しいボーナスがここに来たということですね。2回目のリアルビッグでございます。カードを2枚残したまま昇格中にボーナス当選という流れで間違いないと思います。そして再びここはもちろんボーナスストックのチャンスですから、これうまくいけばかなり一撃性ありますよね。チャンス告知、そうですね、発展性としては理解するのに一瞬戸惑ってしまう、そういう結果ついてますけど、まあ、結局はこのように疑似ボーナスと純正なボーナスを重ねながら出玉を増やしていくということですね。単純に言えばそれが今うまくいってるという状況です。ちなみに持ち込みがもう600枚ありますのでプラスです。プラスになりました。3回レギュラー3回で599枚、もうカードのストックありませんので、ここからは通常ゲームということになります。はい、まあ、一通りボーナスループのシステムがちょっと分かったので良かったと思います。そして趣旨的にもプラスに転じましたので、もうしばらく初実戦のこのスーパーブラックジャックス楽しんでいきたいと思います。終わりましたけど、ボーナスもボーナスのチャンスありますからね。やっぱりハワードリゾートが一番よね。はい、ボーナスが終わって今363ゲームまで回しました。一時600枚以上の持ち込みありましたけど、また持ち込みが300枚ほどと減らしてしまいましたので、ちょっとスーパーブラックジャックスはまた次回どこかでチャレンジしたいと思います。とりあえず持ち込みで移動してまずはプラス中止を目指します。ですね、あと300枚ぐらいなんで、ちょっとノーマルタイプ見てみましょう。ビッグ3回、レギュラー4回で204ゲーム、158分の1、レギュラーだけを見れば276分の1ですからね。これいいんじゃないですか。マイジャグ3ですね。マイジャグ3いきます。1000枚くらい出してやめようと思います。はい、今日はバジリスク絆から、タイプで苦しみましたね今日は結局。はい、ありがとうございます。はい、最後は交換枚数こちらになります。180枚です。相当紙800枚ありましたのでマイナス620枚です。はい、
途中ブラックジャックでプラスまで行ったんですけど、まあ、初めての HRT 機だったので、まあ、どんなものかと打った結果ちょっと減らして最後はノーマルタイプで失速させて追加投資までしてと、まあ、負けですね。はい、実戦終了です。バジリスク絆スーパーブラックジャック2マイジャグラー3花火と今日は合計4機種打ちました。で、まあ、途中プラスに転じる時間もあったんですけれども、まあ、2機種目がですねスーパーブラックジャック2初実戦だったのでちょっといろいろ見たいなと思って回した結果最後はノーマルタイプで失速してしまって、総投資800枚まで行きました。そして最後の交換枚数が最後の交換枚数はこちら180枚でしたので今日はマイナス620枚です。まあ600枚ぐらいの投資ならなんとか最後ノーマルタイプでいけるかなと思ったんですけどいけませんでした。街道日記連敗になってしまいました。以上シーサの街道日記第425話でした。次回の街道日記は朝から寝台に座ったシーサ、果たして見せ場にたどり着くことができるか。次回シーサの街道日記第426話、ジョーカーを目指せ。次回もよろしくお願いいたします。